こんにちは、エゲです。今日は任天堂スイッチスプラトゥーン2のガチホコバトルをやっていきたいと思います。今回のステージはもずく農園のガチホコバトルになります。最近はガチマッチをね、結構精力的にやるようにしていて、少しずつ腕前も上がってきているので、やられちゃった。そんな感じでね、ちょっと腕前を最近ね、上げていきたいかなというふうに考えているんですけれども、つい今日、腕前 X の詳細が発表されまして、まあそれを見るとね、S プラ10以上の人は、今度からね、おったね、当たった。S プラ10以上の人は今度から腕前 X ということで、リーグマッチみたいなね、フェスパワーの戦いになるということに、フェスパワーじゃないな、ガチマッチパワーの戦いになるということになります。おっと、味方なんとかやってる。よし、ちょっと塗りつつね、近づいていこうか。はい。わあ、やばい。さっきから死にまくってるな。そういえば、今このガチホコバトルの腕前なんですけれども、一応 A かな。腕前 A でやっています。さあ、敵2人落ち。足んない。よし。というわけで、雨フラッシュを使って、はよ。味方が、おお、なんか2キルしたぜ。2キルしたから持つか。はい、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 はい。OK、ナイス。上から来たか。結構今、ホッコ持ったときすげえ集中したわ。よし、行くぞ。道を作りますよ。はい、はい、OK。ホッコ取られちゃったか。飛ばない方がいいか。ナイス。こういった。今ギアはね、対物攻撃力アップをつけているので。オッケー、ナイス。オッケー。さあ、どうだ。ナイス。ここも失っちゃったか。ここ以上進められないな。今はカウントとしては、こっちが一応優勢ではあるんですけれども。ナイス。今のはいいね。やられた。とりあえず中央ですね。さあ、こっから。そっちか。オッケー。今のはタイミングが惜しかったな。さあ、あと46秒っていうところで、裏取りされつつも、はいはい、行きますか。はい。さあ、行こうかね。そこにいいのかい。
わあ、怖いよ。怖いよ。さあ、矛奪われたぞ。あと5秒。まあ、そこからでも、こっち側に来るのは大変じゃないか。ああ、ナイス。さあ、矛だけ来てるぞ。あれを割って倒せば終わり。ああ、終わった。はい、ということで最初のガチ矛バトルはカウント勝ちで、こちらの勝ちです。ちょっとね、最初の頃死にまくっちゃったんですけれども、まあ、徐々に調子を取り戻せてよかったんじゃないでしょうか。これで腕前 A OK ライン来ました。さあ、次の試合やっていきたいと思います。はい、次のステージはモズク農園ガチホコパワーは推定1570でやっていきます。最近この、まあ、ガチホコを限らず、あ、ガチアグラあんまりやってないかな。ガチエリアとガチアサリはそこそこやる時間をとってやってるわけなんですけれども、おお、ここ行くか。あ、やべ、近すぎすぎた。それでまあ勝率はあんまり良くなかったんですけれども、なんかねプロコンの調子が悪い時があって、あ、これプロコンがまた壊れたのかなと思っているんですが、それでもね、なんかプロコンのせいじゃないなっていう時もあって、最近はこのプロコン優先接続にしています。そしたらね、勝率がだいぶ上がるようになったんで、やっぱりね、こう優先接続って大事だなーって最近思いますね。はい、当たった。ガロンデコか。相手はスプラローラ、マニューバ、ガロンデコ、あとはプロモデラ、ブリブキが多いって感じですかね。よし、行きますか。ナイス。ナイス。ナイス。オッケーオッケー。あー、危ねえ危ねえ。さあ。さあ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 。いやー、またガロンか。一応27までかなりカウントね、やってくれたんで。あ、ホコ取ったか。あれ、ホコ取らない方がいいんだよね。あぶねえ。なかなかいけないご様子で。あ、やられた。ナイス。さあ、あそこの矛を取りに行くのは大変だけど、でも向こうが取ってくれるかな。お、あー、逃げ切れんかった。で、矛、あ、やってきたね。さあ、こっからが問題だ。上から来る。行ってくれ。うわあ。わあ。中央に戻った。よし。それでよし。昔のね、スプラトゥーン1の時は、このガチホコでね、ああいう、なんていうのかな、ずーっとホコ守られて逆転することができなくなったっていう問題があって、今回のね、バージョンでは、放置すると自動的に中央に戻るような仕様に変わりましたね。あって。あ。
すごい、もうはちゃめちゃだって今。さあ今はねこちらが攻めるターンかな。わあ、あでもまたあそこに来たか。いや気をつけないとな、ここカウント差がねあんまりないような気がするね。とりあえず持っとこう。上行かないといけないんだけど、あぶねえあぶねえ。おー、ナイス。勝った。はい、ということで2戦目のガチホコバトル後、こちらのチームの勝ちです。いや、よかったよかった。あー5キルしかしてない、やばいね。それでは最後のガチホコバトル、最後のステージももずく農園でガチホコパワーが1560だったかな。それでやっていきたいと思います。今日ね、もう一つのステージは新ステージのアジフライスタジアムだったんですけど、まあ、そこのねガチホコ今日も何回かやったんですが、ちょっとねなんか今日スプラトゥーンのアップデートがあって、まあ、それのせいかわかんないんですけども、若干ねアジフライスタジアム調子悪い感じがしましたね。うまく戦えることもあるんですけれども、突然アプリケーションこのスプラトゥーンが落ちちゃう、そんなようなことが2回起きたのかな。まあ、それでねちょっと切断回数が増えちゃったりもしてるんですけれども、あ、やられちゃった。そういうのがねたまにこのスプラトゥーン2でも起こりますね。もともと今回のアップデートもアロワナモールで特定の場所でスーパー着地とかこのスライドねするとなんか場外に落ちちゃうっていうね、場外に落ちてるわけじゃないんですけど、落ちた扱いになってまたリスポーン地点に戻されるっていうバグがあって、まあそれの対策としてね、うわー、インクがない、インクがないのはそっちも同じだ。あーやられた、ナイスー。まあ、カウンターまだ優勢かな。とりあえず割っといて、ああ危ねえ。敵の数が減ったら、おお後ろかよ、危ねえ。カーボンローラー怖いんですけど、裏取りからいくか。よし、じゃあ僕はこっちの近道から行くね。あぶねえ。あーやられた、全滅だ。でも17まで進めたからかなりいいかな。いやこれで油断しちゃいかんだよね。あーやられた、こういう感じでね。あ、中央、とりあえずカーボンをやっつけつつ、あーやられた、お、あーやばい、
左から来るよね。あー当たった。ナイス。あーあーダメだ死んだ。アビフラッシュやられた。なんでかね、アビフラッシュの流れる方に逃げちゃうよね。あーっと、あー残り1分か。これは厳しいぞ。あーごめん。うん、いっそー、あ、ナイス。すごいね、今の。飛ぶぞ飛ぶぞ。あ、やられた。俺何もしてね。味方がすごかったな、今の。勝ち。はい、ということで、3戦目も味方のおかげでね、勝つことができました。今日はね、もずく農園でガチホコ3戦やったわけなんですけれども、こんな感じで最近はガチマッチ精力的にやっております。この調子でね、ガチホコも A プラス、もしくは S か、S まで頑張っていきたいなと思います。今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、エグでした。ではでは。